さて、そして放送席、ここからは青木真也選手にも加わっていただきます。青木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先だってシンガポールで試合をしたばかりの青木さんが、はい、今日はこの代々木に登場ということになりました。青木さん、ダメージなどいかがですか？はい、僕、はい、元気ですよ。はい、元気な様子がよく伝わってまいりました。ありがとうございます。はい、じゃあここからはコメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。 54.9kg 伊原道場所属 WKBA 世界バンタム級王者、追憶のツインソウル、エバタームツキ。エバタームツキ、適正体重55キロで結果を出すか。赤コーナー、168センチ、 54.75 キログラム、山口道場所属、第7代ライズバンタム級王者、問答無用の爆撃ボーイ、鈴木まさき。チャンピオンの誇りを持ってリングに立ちます、鈴木まさひこ。スーパーファイトバンタム級の一戦です。55キロで行われます。改めて放送席、解説には宮城大輝さん、そしてゲストには並木月海さん、さらには青木真也選手をお迎えしております。さあ、2人が向き合います。宮城さん、はい、55キロ層の厚い階級ですよね。いや、今日も見ものですからね、全試合。はい、そうなんですよね。はい、さっき志郎がノックアウト勝ちを決めました。いや、素晴らしかったですね。はい、その志郎を追いかける鈴木まさひこ。さあ、試合開始です。第1ラウンドの立ち上がり、赤いトランクスが江端、そしてゴールドのトランクス鈴木です。はい、まあ、宮城さん、はい、本当に鈴木としてはですね、天心に敗れてから、もう本当にヘイペースで試合やってますよね。でも本当にでも面白い試合をしてくれるようになりましたよね。本当に話しからないですけど、今の打ち合いの中のボディとか素晴らしいですね。はい、立ち上がりから仕掛けてきます鈴木です。強いパンチ。まあ、青木さんはこの試合どんな点に注目されてますか？はい、そうですね、やっぱこう打撃の試合なので、はい、こうリズムがちょっと違うのと、リズムと距離が違いますよね。あ、MMA とは。そうですね、はい、なんでよりゆっくりというか、ゆっくりの中の速さもあるし、はい、この距離感が違うなと思いますけどね。なるほど、まず注目されているのは距離感だということです。右出しました鈴木、追いかける。これはどちらの距離なんですか？今はでもどっちでもあると思いますね。止まらずにした。やっぱり蹴りが入ってくると距離感が合ってくるなっていうのは見えますね。おっと、今度は江端のパンチ、顔面を取られました。鈴木ボディ追いかける。おい、おい、聞いた。鈴木のパンチ、顔面を取られる。そしてローワンツーで返す江端。江端、右、おっと、左、おパンチ、危ない、危ない、危ない、すごい距離だ。はい、これは当たったら倒れる距離。いや、奥さん攻めてきましたね。いいですね、はい、スピードがありますよ。いや、奥さんスリリングな展開になってきましたね。やっぱりこれはですね、体に悪いですよね。結論を言うと、はい、逃げる場所がないじゃないですか。はい、体が悪いなと思います。青木さんのもう率直なご意見です。並木さんにはどう見えます？いや、もうすっごい打ち合いですね。しっかり上下打ち分けてるので、どっちが当たるのかっていうヒヤヒヤしてますね。並木さん、2人ともかなりパンチこだわってますよね。そうですね、お互いすごい。でも鈴木選手しっかりと下向けているので、チラシがうまいなっていうふうに思いますね。はい、なるほど。今日はボクシングの東京オリンピックのメダリスト並木さんをお迎えします。いいですね、聞いてきた。鈴木のプレッシャー、鈴木またコーナーに詰めていく。宮城さん、かなり鈴木ここでプレッシャーかけてきましたね。いや、いいですね。はい、鈴木選手のこの左の攻撃がすごくいいですね。なんで なかなか鈴木選手も前に行けないですね。なるほど、エバタの左ですね。はい、残りが30秒切ります。いや、すごい打ち合い、1ラウンドからかなり激しい打ち合いになってきました。ストレートを出してきますエバタ。おーい、あーっと、1人一瞬鈴木のパンチがかすめたでしょうか。鈴木選手打たれ強いですね。そうですね、はい、残り時間、おーっと、これはバランスを崩しました。ダウンではありません。残り時間が10秒切っている。鈴木コーナーに詰める。エバタのパンチ、ここで5分、第1ラウンドが終了。い
ちゃん、いかがですか。はい、第1ラウンドを振り返って、いやー、よかったですね。まあでもお互いのスピード感ある試合が見れてるなっていうのはありますね。はい、まあ、でもその中でこう上下に振り分けてるのがまあ鈴木選手、A、でまあ打ち合いに付き合わないのがムツキ選手っていうのが印象的ですね。なるほど、はい、青木さんはどんな印象ですか。はい、まあ危ないっていう点すぎるんだけどこれってラウンドごとでどっちにつくんですか、この場合は。ラウンドごとの採点ですが、まあ、10対9か、10もありますね。どっち側にこれだとつくの。これは今だと、まあ、鈴木選手につくかドローか10-10かっていう、ドローもあり得るって あると思いますね。はい、まあ、あくまでもこれは宮城さんの印象ということですね。はい、なかなか分かりづらいじゃないですか。そうですね、はい、でこう見え方がこう僕の素人からするとどっちかにつけてくれないので、こう解説が、ね、一番はまあダメージがポイントつきやすいですね。で次にまあ手数だったり、アグレッシブさが求められますね。さあ第2ラウンドの始まりです。第2ラウンドが始まりました。赤いトランクスが江原、そしてゴールドのトランクス、バンタム級チャンピオンの鈴木です。ボディから入ってきました鈴木、プレッシャーをかけます。さあファーストラウンド、東京オリンピックの銅メダリストの並木さん、はい、並木さんはどうですか、この2人のパンチご覧になって。いやー、すっごいしっかりと見て打ってるなっていうのを感じてて、いやー素晴らしいですね。しっかり上下に打ち分けているので、鈴木はこのラウンドボディから入ってきましたね。はい、しっかりボディボディって打ったり、下から上っていう風につなげてるので分かりづらいんじゃないかなっていう風に思いますね。はい、なるほど、ロープを背にしています江畑です。おー、また左に来た、この左がいい、おダウンダウンダウンを取られました。また今右のパンチですかね。はい、かぶせが入りましたね。鈴木の右のパンチ、はい、テンプルを捉えたでしょうか。さあ立ち上がりました江畑、どうですかね宮城さん、これダメージに関してはあると思いますよ。まあ1ラウンド目が結構あると思いますね。そうですか、鈴木が出てくる、出てくるところ右ロープを背にしています。あー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 これはだいぶ今間近で見てるとすごくダメージがあるというか効いてる感じ。相当パンチをもらっています。そして首相撲、ハイキックを出します。なんとかしのいでる江畑、いやしかし並木さん、はい、江畑も打たれ強いですね。いや本当にこんなに打たれ強いなっていうすごい印象ですけど。あーまた今度は右ストレート返した、江畑も打ち返します。ちょっと宮城さん、はい、ロープを背にする展開続いてますね、今だ。そうですね、でも打ち返してるんで、鈴木選手、打ち合いの時にノーガードになるんで、ちょっと危ないですよね。あ、自分が攻めてる時ですか。はい、残りが1分切ります、右、鈴木。そうですね、この時に鈴木選手のストレートが危ないですね。あ、また右、追いかけてくる。いや、青木さん、鈴木のプレッシャー、かなり強いですね。これはやっぱり若い人と競技ですよね。これはやっぱり消耗もあるし、若い人の競技だし、こうなんかよりこうファイトさせる競技だから、はい、技術でのごまかしが聞きづらいですよね。あ、確かに、まあ、こういったところ若さというのは大きな要素かもしれません。カーブ効いてきましたね。はい、鈴木が、そしてローから膝、さらには右ストレート。25歳の鈴木雅彦、ここは勝負どころと見て前へ出てきました。ロープを背にした展開続いている江畑。はい、鈴木選手のボディうまいですね。まあさっき並木さんからの指摘ありましたけども、ボディがいいという鈴木。これ難しいですね。顔面、ここでゴング、第2ラウンドが終了。さあ2ラウンドが終了いたしました。今日は放送席ゲストには東京オリンピック銅メダリスト、ボクシングの銅メダリスト並木月海さんをお迎えしていますが、並木さん、はい、2ラウンドの印象を並木さんから伺いましょうか。いやー、すっごい打ち合いでしたね。いやさすが、いやボクサーの私でもすごいなっていう印象ですね。そうですか、並木さんがうなるぐらいの、はい、まあでも青木さん、はい、とにかくこの鈴木のラッシュ受けてる江畑もすごいですね。はい、でもこれやっぱり打ち合うってこと、打ち合う競技じゃないですか、打ち合う競技だからこそ打ち合っちゃダメですよね。そうですね、リスクがすごい増すんだなと思ったね。はい、だからこそやっぱ若い人が強いですよね。し、この下克上が起こりやすいというか、はい、そういう競技なんだなと思った。確かに大津には若い選手が次から次へと宮城さん出てきてますからね。そうですね、一撃何があるか分かんないですからね。そうなんですよね。鈴木は25歳、江畑は31歳です。
ファイナルラウンドのスタート、これが最後のラウンドです。バンタム級チャンピオンの鈴木が仕留めに行くんでしょうか。またボディから入ってきます。いや並木さん、やっぱりこう鈴木がですね、うまくボディブロー使ってきますよね。そうですね、やっぱしっかりと上下打ち分けしているので、分かりづらいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、そして今度は顔面、さらにはボディ打ち分けてきます。おー、ナイスイザー。いや、この膝どうですか。いや、今良かったですよ。時折エヴァテが膝を見せます、はい、相手が入ってきたタイミングに膝打ってるんで、さあまた膝、しかし呼ばれてるか。本来だったらなかなか前に行きづらくなるんですけど、あれ膝が怖くて、でも鈴木選手何も構わずに来てますね。爆撃ボーイが来ますね。朝人がどんどん前へ出てきます。左フックを出します。プレッシャーをかけてくる。セキュメントにアッパーとかあるといいですね、お互い。はい、あ、そして膝、今度は鈴木が膝を出してくる。あ、前蹴り、ロープを背にしながらなんとか止めてみます。あ、ボディ連打できた、はい、鈴木がこの顔面からボディと打ち分けてきます。食い止めている江端、苦しい展開が続いています。第3ラウンド、ガードの上からパッチを打ってくる。手数で鈴木が圧倒してますかね。そうですね、まあ、でも宇津木選手やっぱ打たれ強いなって本当に思って、鈴木選手こういう精神的にも結構感触あると思うんですよ。でなので倒れないと結構疲れてくるんですよね。あ、なるほど。まあ、ですから青木さん、攻めてる側としてもね、ちょっとこう疲れる部分ありますよね、当然ね。攻め疲れっていうのはあると思いますけど、でもここまで削られてると受けてる方も辛いですよね。受けてる方が辛いですよね。1ラウンドからこの展開が続いています。ナイスアッパー、鈴木の差し込みが出てきます。ハイペースで試合を進めています。去年の9月、那須川天心に敗れてからすぐに11月、さらには1月と試合をしてきました。コーナーに詰める、コーナーに詰める。エバタも手を出します。残り時間が1分切っている最後のラウンド。いや、並木さん、はい、エバタとしてはなんとかこう明確な差をつけたいと言いますかね。そうですね、でもしっかりと打ち返してエバタの右ストレート当たりました。スーツも出てくる。残りが30秒だ。鈴木選手が左手下がってしまうんですよね。はい、その時にストレートが入りやすくなっちゃいますね。あ、ちょうどエバタの右が入るんですね。左フック出してくる。エバタ、この左フック、残り時間が少ない。追いかけたい。さあ、打ち合いか、はい、打ち合いになってくるか。決めてくる。ボディブローから残り時間がない。エバタも当てない。ワンツーラス、左フック打ってくる。殴り合いだ。どうだ。試合終了。勝負は判定、最後は殴り合いになりました。いや、しかし宮城さん、はい、鈴木も出し切った感じありますね。いや、楽しんでましたね、殴り合いを。江端、睦月、セコンドにはさっき試合をした江端瑠衣の姿もありますね。いや、素晴らしいですね。さて、リプレイで振り返っています。もう本当に青木さん、はい、終始殴り合いでしたね。はい、これはやっぱり組まない分だけね、殴らざるを得ないですもんね。まあそうなりますね。なんかやっぱりこの若い人の競技ですよ、これは。青木さんの結論です。30対27、赤鈴木、ジャッジ秋谷、30対26、赤鈴木雅彦の勝ち。30対26、赤鈴木、判定は3対0です。ジャッジ2名は30対26、1名は30対27をつけました。ポイントで差をつけまして、バンタム級チャンピオン鈴木雅彦、江端睦月を下しました。宮城さん、はい、ポイントでは差をつけましたね。そうですね。いや、でもやっぱり守らないチャンピオンですね、鈴木選手は。終始攻め続けました。はい、あ、そして2度戦った2番のウィンドウさんを飛ばしました。層の厚い55キロ、鈴木雅彦、ここにありという姿を見せましたね。いや、でもパワーあるはずなんですけどね、鈴木選手倒れなかったですね。そうなんですよね。
並木さん、はい、ボクサーの立場から2人の打ち合いいかがでした。いやもうかっこよかったですね。本当にお互いがもう気持ちと気持ちの戦いという感じで本当かっこよかったです。まあ、今日は青木さんにも何度も伺いましたけど、はい、やっぱり結論としてはもう若い人のやる競技というこれはやっぱりねこう技術でごまかせない部分は絶対あるなと思いますよね。なるほど、まあ、MMA をやってる青木さんからの、ね独特の視点です。いややっぱりねでもこうムエタイの方が組むから打ち合いも少なくなるし、はい、MMA の方が組むから打ち合いが少なくなるし、それはやっぱあると思いますよね。でよりこうお客さんに見せることを考えると、はい、打ち合いに特化した方がいいわけだから。そうですね、このルールが求められてるわけですよね。はい、ライズはワンキャッチワンアタック、ですから基本的にこう組の展開というのはありません。少ないですよね。はい、まあ、ですから宮城さん、はい、やっぱりこうルールによって競技内容試合展開大きく変わりますよね。変わりますね、うん、でも前回のナンバーシリーズのライズの時に結構組むとすぐにイエローカードが出てたんですよ、はい、なんでまあそれを選手たちが気を使ってたのか分からないですけど今日本当に組がなくて、まあ、お客さんからすると見やすいかなと思いますね。確かに今日は組む展開ないですね、はい、それがまたノックアウトの王さんに繋がってるんでしょうか。絶対あると思いますね。コメントをいただきます。さあ鈴木のマイクです。鈴木正彦です。すいません、エルドラドの大会で判定まで行ってしまって、でもやっぱりそれは対戦相手の江畑選手がめちゃくちゃ気持ちも強くていい選手だったんで本当ありがとうございました。それと今日って言ったらやっぱりメインで一人の格闘家の時代が、まあ、ライズ卒業っていうことなんですけど、まあ、ほんまは勝って言いたかったんですけど僕の時代はまだ始まってもいないんでこっからどんどんもっと盛り上げていくんで僕に注目してください。それと6月メガイベントあるということで、まあ、ライズバンタム級王者として、まあ、K1 の55キロのチャンピオンどうですか。僕と楽しみじゃないですか皆さん。メインカードに負けないぐらい盛り上げる自信あるんで、まあ、ぜひ、まあ、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお送りください。 K1 の55キロのチャンピオン来てますからね。先週大丈夫ですね。あれじゃないですか、いきなりガーンってやっちゃえばいいじゃないですか今。いいんだねやっちゃって。いやだからなんか投げればいいんですよ。なんかもったいないな。はい、だって作っちゃえばいいわけじゃないですか。因縁をですか、はい、すごいもったいない。かつてペットボトルを投げた方の言う、ね、言葉というのは説得力がありますね。いやこういう時に、大体みんなこのあれなんですよ、こう断ってからやろうとするんですけど、はい、断ったらダメって言われるに決まってるんだから、はい、あの先やって後から怒られればいいんですよね。まあこれが青木流というもったいないなと思った今、はい。まあこれできる人は限られてるというか、みんながみんな真似できるかどうかは分かりませんが、さあ那須川天心ライズラストマッチまでいよいよ30分を切りました。視聴者の皆様、どうぞ引き続きお見逃しないように。